はい、本日紹介するのは福岡の久留米庭のうぐいさんですの冷やおろしね、麹米が山田錦でかけ米に夢一献を使っています。では飲んでみましょうか。庭のうぐいす、これ結構有名なブランドだよ。うん、あ、美味しい。あ、うん、あ、お米の感じがするね。うん、うん、噛めば噛むほど味が出てくるタイプの日本酒です。まあ、噛めば噛むほどっていうのはちょっと表現として、あ、まあ、でも日本酒の表現としてね、噛めば噛むほどっていう、日本酒を噛むっていうもんね。うん、美味しい。あ、それとね、まあ、もちろん冷蔵庫から出して冷えた状態のまま飲むのもいいんだけども、ちょっと時間が経って常温に近づいた温度になっても、それはそれでちょっと楽しめるタイプの日本酒になっていますね。これ結構おすすめです。冷やおろしっぽい味が乗ってるなっていう感じまではまだいってないけども、まあ、お米の味がしっかりしているので、純米感、いわゆる純米感っていうのがしっかり出てる、日本酒となっております。庭のうぐいす久留米。